これが秘密の部屋か。繊細とは言えない連中のようだな。なるほど、これが奴らの秘密の部屋か。ずっとここにあったのだな。中に入る。服を預かっててくれるか。武器も置いていった方がいい。奴らがそれを見ていい顔をするとは思えない。どうかな。恐ろしい。よし、真実を突き止めたら私を探してくれ。冷静に行動するんだ。手荒な真似はするな。さて、どうかな。誰がこの馬鹿げた服を考えたんだ。遅い、遅すぎる。デイモスがまだでよかったね。すまない、その初めてで。新人かい。ああ、よく来たね。たくさん人がいるな。ああ、みんな我々の同志だ。なるほど。前回の会合からどれだけ進んだか確かめに来てる。集まるのは久しぶりだ。どこから集まるんだ。いろいろさ、海も越えてくる。我々は共同体。ここでは戦争も敵も味方もない。デイモスと言っていたが、一体誰のことだ。すぐにわかる。すぐにね。指導者なのか。本人はそのつもりかもしれないけど、そうじゃない。デイモスは我々の武器だ。複雑だけど重要な役割だよ。少しも羨ましくはないけどね。他の人とも話してこよう。ありがとう。ああ、デイモスが来る前にしな。後で話す機会はないかもよ。さあ、一番の根をつければオリンピックを好きにできるぞ。一体どうやって。私の地位ならどんな競技も思うがままだ。さあ、根をつけてみろ。大理石の積み1回分で円盤投げを当てないに。そういうことなら船の奴隷25人でスパルタに勝たせてくれ。そんなものか、この貧乏人どもめ。そうそう、忘れるところだった。オリンピックで停戦しても金の流れが止まることはないんだったよね。納得できないわね。おい、意見を聞かせてくれないか。見つかりもしない女の捜索に人員を割く必要はない。力を集中させればアテナイは我々のものだ。差し迫った脅威は排除すればヘリクレスを潰すべきだ。母親なしでは無理よ。母親なしでは勝機はない。デイモスに聞かれるなよ。とにかく父親を探すべきだ。母親が誰かは分かってる。父親を探すのは人員の無駄よ。どう、英雄の父と母どちらを探すべきだ。違うな。良い案があるのか。姉のカサンドラを狙うのね。
もう片付けたも同然だろう。もっと先を見据えろ。いや、彼女を狙え。ではこれで失礼する。奴らの正体を突き止めるにはもっと情報がいる。バラバラではダメよ。コスモスは決断しなければ。今は血だけで済んでいるが、デイモスはじきに手を欲しがるかもしれない。さあさあ、捧げるのだ。血脈の者がどう動くか見張り続ける必要がある。血脈？母親、父親、姉、彼の血族だ。その全員が必要だ。利用するためにか。そこはデイモスに知られるとまずい。気性の荒さは知っているだろう。あっという間にズタズタにされかねない。ああ、肝に銘じておく。賢明だ。母親を捕まえようとしていることも知られてはならない。母親をどうする気だ。あまり大きな声で話すな。うまく利用するとだけ言っておこう。手に負えない場合は別だが。居場所は分かってるのか。分からない。だがそう長くはかからないだろう。我々の次の標的だからな。デイモスとは何だ。我々に知るべきことを示してくれる。コスモスのために動く兵器だ。不安定な人間に個人的なことは打ち明けられない。もう行く。偉大なる野望に。ああ、野望に。コスモスとやり取りした手紙。奴らはギリシア中のあらゆる場所に足場を作ってる。思ってたよりずっと危険な状態だ。この役立たずが処分前の豚のように惨めな奴だ。必ずやる。奴を殺してみせる。行かせてくれ。お前はこういうのを見るのが好きなのか。突っ立ってないで、このバカに少しばかり分からせてやったらどうだ。何をしたんだ。そんなことは問題じゃないだろう。言われた通りにしろ。質問するな。できなかったんだ。でももう平気だ。やれる。
芸術家も殺せないくせに執政官を殺せと言われたらどうする気だ。やるさ、ベイディアスを殺してみせる。やりたくない。お前の意志など関係ない。俺が命じたらやるんだ。いや、断る。挽回の機会をやれ。休憩の加護があったな。今日のところは勘弁してやる。殺されるところだった。行かれてる。助かったよ。あいつに近寄るな。ああ、だが奴の言う通りだ。俺はアテナイに行く。絶対にしくじったりはしない。ベイディアスを殺してやる。何かを感じる。ピラミッドの方だ。かけらで覆われてる。エルペノールの匂いと同じだ。服につく前にな。お前の家に誰かが入るのを見た者がいる。外には衛兵の死体があった。誰と話したのか言わなければ、その綺麗な顔を砕いてやる。やめて、お願い。彼女が無理やり殺されると思ったの。彼女だと？何を話した？言わないと殺すぞ。いえ、本当に泣きわめくことになる前にな。何とかしてやりたいが、今姿を現したら何もかも無駄になってしまう。忙しいの。ああ、それで最後だ。準備ができた。それを見るたび呼びかけられ、歌いかけられる。力を称える歌だ。お前も同じように感じるか？もちろん。何をしている？気は確かか？いや、まだデイモスが来ていないというのに、じっとして口を閉じている。愚か者め。血脈に敬意を払うのだ。死んだ。裏切り者がいるようだな。秘宝が全て明らかにするだろう。全てのものが調べを。まずはお前だ。行け。
次。生きていたか。神殿に人がいた。顔は見えなかった。やつらはヘロドトス、やつらはギリシア全域を支配してる。すべてを。そうか、思ったよりまずいな。それだけじゃない。奴らには武器がある。それはどんな兵士だ。あんなに凶暴で恐ろしい兵士を私は見たことがない。ヘロドトス、そいつは私の弟なんだ。アテナイに行かねば。アテナイに？母さんを探さないと。私の服を、槍もだ。もうすぐに。私の槍を。コスモスの門徒は弟のことをデイモスと呼んでる。弟は秘宝を使って私の記憶を見たんだ。カサンドラ、私が使える人物に手遅れになる前に事態を説明せねばならない。メリクレスという名は知っているな。デロス同盟を率いてスパルタに戦いを挑んでる将軍だろう。冷酷な男だと聞いてる。同盟は戦いを挑んでなどいない。エリクレスは平和を重んじている。この戦争は我々みんなに降りかかってきた厄災だ。戦争を望まない将軍、信じられんな。そう疑うな。この戦争を終わらせようと尽力しているんだ我々みんながな。彼を陥れようとする勢力があるなら警告しなければ。さあ行こう。アテナイには行かない。母さんの身に危険が迫ってるんだ。早く探さなければ。君はそれでもレオニダスの槍を携えるものか。エリクレスがこの戦争に終止符を打つことができなければ我々に未来はない。もちろん君の母親にも。知ったことか。私の家族が命を狙われてるんだ。ギリシアへの義務があるだろう。私にもある。ペリクレスに伝えねば。
母親なんだぞ。私にどうしろと。君の母親について情報を集められる場所があるとすれば、それは当てないだ。なぜだ。エリクレスの周囲には当てない随一の、すなわち世界随一の賢者が集まっている。家族を守りたいのならアテナイに行くべきだろう、うん、そうだ、出発の前にテルモピライにあるレオニダスの獅子像まで来てくれ。レオニダス、なぜ。確かめることがある。コスモスを打倒し君の母親を救う助けになるかもしれないことだ。あんたのことは信用するが、手短に済ませてくれ。まずはテルモピライ、それからアテナイだな。必ずこの手で連中を一人残らず始末してやる。確かにここだと思ってた。あんたはいい子だ。
Yeah!